どうも、ハイチーです。今回のプチ相談はこちら。英語の長文の苦手を克服したいという相談について話していきますので、よかったらお付き合いください。では、早速ね、話していきましょう。で、英語のその長文が苦手って意識ある方ね、いらっしゃると思うんですけど、その苦手意識の中でも、なんかね、苦手ゾーンっていうか、が違うんですよ、実は。ただ単に苦手って言ってもね、どういうことかっていうと、ざっくり二つに分けるんだったら、英語のその本文あるでしょ。本文の意味を読み取れるか読み取れないかっていう、これがすごく大事で、みんなが苦手って思ってる子がどっちにいるかまず判断してください。自分が読み取れるか読み取れないかで、これは完璧に全部の単語分かりますと、そこまでいかなくて構わないから、あ、だいたいこんなこと書いてあるよねっていうのが当たってれば OK、 それもだいたい読み取れてるから平気です。でもそうじゃない方、本文が読めない、読み取れないっていう方は、とにかく英単語、英熟語を勉強してください。これが先です。問題演習じゃなくて、こっちが先。で、なぜかっていうと、まあ、国語のイメージでね、行けば、国語の、まあ、長文っていうか本文の、あるでしょ？読み取るときにさ、例えば、昨日、たかしは、葵と、どこどこへ出かけたっていう文章があったときに、昨日って何って、出かけたってどういう意味っていう人が問題演習やっても絶対解けないよね。意味がないよね。まずその言葉の意味を覚えようよっていうのが先になると思うんだよね。それと同じ状態、英単語とかそこの熟語の意味がわからなかったらいくらやったって意味がない。まず本文を読み取れないと戦えないから、英語の長文はね。だからまず本文が読み取れないと思う方はそっちの方から勉強していってください。で、本文がね、だいたい読み取れる方はですね、この読み取れる人の中でも、もう、すんなり読み取れるっていう方と、ちょっと本文読み取るのに時間が取られすぎるみたいな方もいらっしゃると思うんですね。でも、どっちにしろ、基本的には問題演習を重ねてください。あとは。ただ、その問題演習をしていく中で、知らない単語出てくると思うんですよ。それを必ずチェックして、そこで単語を吸収する。問題演習をしながら新しい単語も吸収するっていう、いうのもやってってください。で、問題演習をしていく中で、その、本文読めるんだけど答えが当たらないっていう、その答えが当たらない問題のタイプがいろいろあるはずです。選択肢が当たらないとか、あとは英作文、文を作るのが当たらないとか、いろいろあると思うんですけど、選択肢に関してはもう練習で絶対カバーできるはず。一番大事なのは、問題解いた後に選択肢を外したら、自分が選んじゃった選択肢がなんでダメなのかをまずチェックする。解説を読んでね。で、こっちの正解がなんで当たりなのか、どの部分に書いてあったのか、なんで自分がそれを読み取れなかったのかってところを分析してったら、そこは伸びる。選択肢はね。で、あと、英作文とか単語を入れる問題とかが当たらない場合は、それは英作の能力の話なので、英作文の練習をした方がいい。長文の練習っていうのも英作の練習が先になるかもしれない。ただ、その、長文っていうのは数を重ねれば場数が増えるので、その経験値も増えていくから自動的に伸びていく、徐々にだけどっていうものだと思っているので、やる、そして解説をきっちり読む、読み込むっていう、そこをワンセットにして問題演習をこなしていってください。はい、ということで、ざっくりですけどね、駆け足でちょっとね話していきました。まあ、本文が読み取れない方はまずはね、単語と熟語、そっち、まあコツコツになっちゃうんですけど、そこから始めていきましょう。で、本文が読めるんだけどっていう方は、いろんな問題をひとまず演習していく。で、大事なのは、問題演習の後の解説を読み込むっていう、そこがすごく大事。だから、丸付けして、あ、OK、正解、×だけじゃなくって、なんで当たったか、なんで外れたかっていうところもしっかり確認して、いろんなものを吸収していってください。で、その、問題の中でも、ただ単に長文が苦手ってまとめるんじゃなくって、長文の中でどういう問題が自分が苦手なのか、ね、英作なのか、選択肢なのか、単語を入れる問題なのか、わからないですけど、それ相応の一個一個対応が違うので、それをしっかりこなす、っていうところをやってみてください。で、今回ですね、この動画を公開した時と同時に、自分が、英語の長文を読み取る時にこういう風にやってますっていう動画を公開しております。で、今回のこの動画の最後にリンクも貼っておりますので、まあ、もしよかったら、そっちの方もぜひね、見てみてください。では、今回はここで終わります。以上です。ありがとうございました。